ことに追い詰められた結果ではないでしょうか。そもそも皆さん、今自民党総裁選挙に名乗りを上げている4人の皆さん、みんな安倍菅政権を支えてきた人ではなかったでしょうか。検査を抑制し、GoTo キャンペーンでウイルスを全国に拡散し、また感染拡大の中で五輪を強行して感染の爆発、医療崩壊を生んできた。こんなひどい事態になっても国会を開くことさえ拒否してきた。そのことに異を唱えることもなく、一緒に支えてきた人たちではありませんか。そういう人たちが自民党の小さなトップの中でどんな権力争いしても、そこから新しい政治が生まれないことははっきりしてるんじゃないでしょうか。だから今必要なことは、国民のための新しい政治を作ること、新しい政権を作ることではないでしょうか。命を軽んじる自民党公明党の政権を終わらせて、命や暮らしを何よりも最優先にする新しい政権を、日本共産党の躍進と市民と野党の共闘でご一緒に実現しようではありませんか。4月に4つの国政選挙があり、3つの国政選挙がありました。そのすべてが野党統一候補で戦われ、全部野党が勝利を果たしました。先日の横浜の市長選挙もありがとうございます。横浜市長選挙でも野党の共同候補が大勝利を収め、そして早速新しい市長の下でカジノを含む IR、 これは撤回するということが宣言をされました。まさに市民と野党が政治を現実に今動かしているんじゃないでしょうか。いよいよ今度は国の政治を変える時だと思います。いよいよ総選挙、日本共産党の躍進、そして市民と野党の共闘の勝利で新しい政権を作りましょう。新しい政治を作るその力は、自民党の小さなトップの中での争いではありません。新しい政治を作る力は国民の声です。国民の運動です。ここにこそ新しい未来を作る力があります。9月8日に市民連合の皆さんと日本共産党を含む4つの野党の政策で合意をしました。政策合意を結びました。その中には自民党が壊してきた立憲主義や民主主義、これを憲法に基づいて回復させていく、沖縄の辺野古新基地建設はやめさせる、核兵器禁止条約、これ目指す、こういうことも政権の政策の合意の中に含まれました。消費税の減税やコロナ対策も科学的知見にしっかり基づいた対策を強化していく、こういう内容も含まれました。地球の環境を守っていくことや、ジェンダー平等を進めること、こういう中身も加わりました。まさに自民党公明党の政治を大元からチェンジしていく、その政策の旗が立ったんじゃないでしょうか。皆さん、ここにこそありがとうございます。ここにこそ未来があります。市民と野党の歯切れ共闘の力、そしてそれを支える、ブレずに支える日本共産党を躍進させていただくことで、命最優先の新しい政治を皆さんと一緒に作っていきたいと思います。どうぞ比例代表で日本共産党、全国どこでも大きく比例は共産党と広げてください。そして東京4区で私を国政へと送り出してください。よろしくお願いいたします。コロナの感染爆発、医療崩壊、そういう中で自宅療養が原則だと、こんなことまで知らせて自宅で我慢せよと国民に求める、そういう政権の責任な姿が見せられました。皆さん、こちらの命はありません。必要なことは国民の命をどんなことがあっても守り抜く、この姿勢じゃないでしょうか。臨時の医療施設を作る、そして
PCR 検査の拡充を進める、クラシコ営業に対する十分な保障を進める、このことを皆さん求めていきましょう。そして自民党が加えてきた社会保障、保険料を減らし、そして病院を潰す、こういう政策を転換して命と暮らしを最優先にする、こういう政治に転換をさせていきましょう。都立公社病院を守って充実をさせていきましょう。その皆さんの願いをどうか日本共産党に託してください。よろしくお願いいたします。地球環境を守り、そしてジェンダー平等を進める、こういう新しい政権を作るためにも日本共産党が全力で頑張っていきたいと思います。いよいよ総選挙、私たち一人一人の力で新しい政治を切り開いていく、そういう総選挙が目前に迫ってまいりました。皆さんぜひ力を合わせて、この自民党、公明党の政治を変えていきましょう。命を軽んじる政治を変えていきましょう。国民に自己責任ばっかり押し付ける、こういう政治を変えていきましょう。日本共産党は市民と野党の共闘、ぶれずに貫いていきます。国民の皆さんとしっかりタッグを組んで、新しい政治を実現するために全力を尽くしてまいります。重ねて比例代表で日本共産党、比例は共産党と広げていただきますことを心からお願い申し上げまして、また協力して私の皆さんと共に全力で頑張る、その決意も申し上げまして、この場所を開始での政策を伝え終わりにさせていただきたいと思います。たくさんのご支援をいただき、ご清聴、ご協力ありがとうございました。